はい、おはようございます。沖縄の関です。さあ今日もやっていきますよ。はい、棋士藤井聡太の将棋トレーニング。夏休みに入る前にタイトル変わるか、まあいいや。はい、というわけでですね、まあ昨日からちょっと悩んでるっていうのも変なんだけど、昨日から出ているね、まだあるよね、これ身の囲いを崩してみよう。あと19時間55分でなくなっちゃうんだけど、これがもう本当に分からなくて、昨日の何時ぐらいだろう、午後ぐらいからかな、午後行ったから、もう結構ね悩んでます。なので、誰かヒント教えてくれたり、してくれると嬉しいか。いや、ちょっと今回の動画の中でレッスン受けてみようかな。はい、それ敵玉を詰ませてみましょうっていう感じで、まあこういう構成で、自分の手持ちはこれ、角と金と銀、これを各1枚ずつ持っております。それで、まあ最初はね、この飛車をこっち動かせばなんて思ったけど、ここ持ってったら銀で取られちゃう、銀もしかね、玉で取られちゃうんで、飛車で持っていくのも変だなぁと。でも、いろいろと悩んだわけっすよ。で、まあ、こっちも、特に、金や銀を置いても、あんまり意味ないだろうし、っていうことで、まあ、悩んだ結果、角かなと。で、まあ、あっちこっち置きまくって、見たところ、第1手目は、これで正解ですよ、というところまでは、ツイッターで、偶然ここに打ったんだけどね。そしたらこう、まあ、玉が向こうに動いてくれて。そうするとさ、角このままだったら、玉こっちへは逃げられないわけなんで、あとはここに何か置いて詰めればいいのかなっていうことを、まあいろいろ。で、まあ、角をね、下げてみたら、取られちゃって終わったんだよ。で、まあ、悩んでるわけよ。これでこうが正しいのかなと思ったら、こういう風に動いちゃうし、で、あと1手で終わる。あれ？あ、ダメだよ。ほらほらほら。こういうパターンでもずーっと悩んでます。というわけで、今回は、ストーリー進めるんじゃなくて、思いついた。このままちょっとレッスン受けてみよう。はい。いきます。今回のテーマは、身の囲いを崩してみよう。これでいきます。あと19時間で終わっちゃう。というわけで、いきますよ。多分ね、こっち、これ、多分、これ、かっこいい角の崩し方、身の辺、だと思うんです。ただ、ちょっと待って、その前にやること忘れてた。一つやること忘れてました。はい、今日の戦法、占い。いきます。今日のおすすめは、今日の占いは、小吉。寄付入力を活用して、プロ対局の寄付を検討するのも、あ、これ一度やってみたいんだよな。それ寄付ってどこで、ゲットしてくるんだろう。まあいいや、とりあえず、先方ビル。なるほど。まあ、ちょっとやっぱり、そっちまで見て、悩んじゃうよりは、はい。今日は、かっこいい格好の崩し方、身の辺、いきます。これでいこう。多分ね、こっちに答えがあると思うんだ。あれ？一撃必殺狩り。え？はい。もう、金を取りに戻ると、桂馬にやられるし、だよね。あっち行ってもやられ、けど、
おお、そうかそうかそうか。お、はい。住んでるこれ。え？あ、ん？え？ん？金や桂馬がないのちょ、うん。お？歩を置くと歩が動きます。A かコースと、あ、王が、あ、こちら玉が、はい。金が出てきた。はい。やばい。もう難しくて、理解が追いつかない。違う、この方じゃないわ。あ、けどこれ近いわ、近いよ。やっぱり、はい。あ、違った？ゲーム、あ、これでさっきのと同じ形になってないな。俺が持ってたのは金と銀だから。それでも角、はい。ほら、ほぼ同じ形になった。ここからだよ、問題は。はい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 、はいはい、ちょっと待って、うん、え？しまった、しっかり、しっかり見てなかった。取られてる。ちょっとやり直し、やり直し、やり直し、やり直し。もう一回、え？よし、大変よくできました。難しくなってくる。あれ、これさっき、うん、こいつこういて、はい、お見事です。多分これで、多分これでいけるんじゃ、多分、あ、あ、この構成だ。だからもう一回こう、こういくじゃん。それでこういくと、あれ？あ、これでいいだ。よし、多分この子だ。よし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 、あとでちょっと行ってくるわ。このパターンね、このパターン。うん、あー、一晩悩んだもんこれ。え？
なんか違うぞ、違うぞ、違うぞ。こいつ邪魔。いけない。ちょっとこれはヒント教えてください。初手は7一銀、2手目は6二金、7一銀の6二金。7一銀の6二金。おお、お見事です。はい、大変よくできました。この辺りの本もさ、少しずつ進めていった方がいいよね。まだ終わってるのはどれだっけ。全然終わってないの。確かね、終わってんの、あれ終わってんのが、これだけよ。無敵、誰でもできる、詰ます方1。これしか終わってない。そう。で、本は全部で95冊ある。で、これ全部ゲットしてから本にかかろうと思ったんだけど、早くストーリー終わらせないとね。つうわけで、いきます。新しい課題を。さあ、ちゃんと身についてるかな。やっぱ1手目はこれでやってたわけだ。それで、じゃあさ、こういくと、こう。あ、よし、OK。はい、クリア。クリアです。いや、ほんと。よくできました。一晩悩んだよ。悩んだよ。もう息子の将棋盤にね、並べて考えようかと思ってたくらいだ。はあ、きつかった。マジきつかったわ。もうとんでもない汗をかいてるくらいに。駒の交換に得をしようっつってもこれしか取れないし、はい、よくできました。はい、ただで駒を取ろう。あ、きつかった。ああいう風になったわけね。ただで取ろう。はい、だって銀はここまで下がってこれないから。素晴らしい、調子がいいですね。はい、はい、お見事です。三手詰め、本レベル3、ロ三手詰め、よし、合ってた。大変よくできました。よし、はい、大変よくできました。お疲れ様っす。それで、自分の9は13球まで上がりました。で、ストーリーもの横の脱線していた部分、脱線しちゃってね、変だな。こういうやつね、こういうところ、これも一通り全部終わらした。それで、前の章のね、14級とか出なければいけなかったところ、
それも全部終わらして、一応ワールドとしては、はい、第1章、第2章、これ完全コンプリートしました。で、現在やってる第3章、こういうふうに終わって、次は、ここね、グラグラでいいの？グラグラ？グラグラ屋敷。うん。で、こういうふうにあって、そしてまだこの先、第4章があるみたいな感じになってます。で、目標としては8月15日までにストーリーは絶対終わらせるっていう感じなんです。で、まあ今回は、この辺で一旦終わりにしますけれども、明日は、この続き、グラグラ屋敷、こっち行こうと思います。というわけで、まあ今回はこの辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。